ベンチがアホやから野球ができへん。4月30日日曜日のしくじり先生は、70年代に阪神タイガースなどで活躍したプロ野球界一の問題児、江本武則先生が登場。こんなことやっても無駄、監督アホちゃうからバカ、向こう行けと言ったやろ、とまあ持っていたタバコとライターを思いっきりぶつけました。何すかこれ。怒りの投球です。先輩上司に数々の暴言を吐き、しくじり続けた江本先生。その結果、試合から干され、試合から干され、さらにシーズン途中で現役引退、無職からね、無職の生活、結果的にはこう暴言で野球人生を狂わせてしまったんです。そんな江本先生が伝えたいテーマが、エモヤン流嫌いな上司と10倍楽しく付き合う方法。10倍楽しく。上司を3つのタイプに分類し、うまく付き合う方法を江本先生がしくじり体験を踏まえ解説。野村が当時江本先生の上司だった名将野村克也さんとの知られざる秘話や、エース番謹慎を堅くなに拒否、球団はもう引退のきっかけとなったあの事件の真相も解説。やっぱこの人はやっぱこんだけすごい仕事してるんだから、上司との関係がうまくいっていない、そこのあなた、江本先生の教訓から上司との付き合い方を学びましょう。これは徳光さん分かっていただけるでしょう。あまりにも無知だなと思う。まあ聞きましょう。しくじり先生、4月30日日曜夜9時58分。